カットバセボールチャンネル。ネットン工事よいしょ。さあ、上条さん。はい。ラスト大会、予想。はい。九州地区までやってまいりました。九州来ましたか。はい。豚骨ライン来ましたよ、九州。豚骨ラインって言うんですね。豚骨ライン。はい。さあ、この九州も、本当に強いチーム、国民活挙でございます。多いよ、九州。いやー、もう本当にね、こってりした、戦いが期待されるところでございますけれども、はい、ここでも、ちょっと中国チーム、注目、選手などをね、はい、話していこうかというところでございますけれども。はい。さあ、どうしましょうか。はい、まず、まあ、ほんなら僕出しましょうか。はいはい、はい、個人的に、まあ、九州もね、いろんなチームありますけど、はい、私こちら、宮崎県延岡学園ですね。延岡ですか。はい、延岡学園、はい、監督がですね、まあ、森松監督という監督で、はい、都城高校時代に、うん、山本由伸投手を育てた監督が、はい、今延岡学園におられると。はい、あんなもう日本を代表するピッチャーを育てた監督が今また楽しみにしているピッチャーが2年生でいるんですよ。藤川くんっていう子なんですけど、うわ、この間の春の大会2年生ですよ。153キロ2年で2年生でとんでもないですね。はい、いや、これが本当に森松さんがもうこれ、まあ、エースにももちろんいいピッチャー工藤というね、はい、素晴らしいピッチャーいるんですけども、2年生でこのやっぱり153キロを出て、でまた名前がね、藤川デイリースポーツがもう逃がさないでしょこれ本当ですね。藤川2世現る。いや、日の玉、ね、これはでもまだもしかしたら知らない方も多いと思いますので、ぜひこの大会前に知ってたら、もう延岡学園藤川投げるんかなとか思いながらね、追いかけてみても面白いですし、僕はまあ宮崎大会勝ち切って聖地掴む可能性高いと思いますんで、いやちょっと面白いですね。夏もし甲子園出てきたら、まあ工藤もいますけど、この2年生に化け物、藤川というピッチャーがいますので、まあ、超一流のピッチャーを育てた実績、森松監督、ね、ありますから、どういうプロセスを経ていけば、うん、あそこにたどり着くっていうのを一度も経験してるわけじゃないですか。そうですね、うん、だから今のペースちょっと急ぎすぎやって、分かった分かった、ちょっと投げすぎやとか、はいはい、うん、ちょっと抑えながらとかね、うん、はい、だから藤川投手とか工藤投手にとっても森松さんが、うん、山本はこうだったよとか、はいはい、このぐらいやってたよとか、うん、こういうなって高校生からしたらもうたまらんことじゃないですか。いや、たまらんすよ。だから智弁和歌山が中谷監督になった時に、はい、ピッチャーがスライダー投げて、中谷さんがもうキャッチャーでパーンとって、はい、今の軌道ほんまに田中マー君の軌道に似てたぞとか言うらしいです。うわ、だから自分が楽天時代バッテリー組んでたから、はいはい、だからその子から俺しかもバッテリー組んでた人が言ってるみたいな。あーと引いたつにだれ雨やったわ、あの時2013年ほんまに雨の中やってくれた田中田中やー言うて、あの審判にね、杉本球審に田中やー言うて、あれもう勝たしてくれやって言うたらしいや、星野さんがちょっとやきな部分はもう審判が、あ、そんなできません、勝ち切ってくる田中やー、いやいや、もうすごい自分に言い聞かせるようにね、田中が投げて日本一になりましたけど、それ嬉しいでしょうね、はい、言ってくれると。なるほど、この延岡学園、延岡学園、はい、注目したいなと思います。はい、一方私は、はい、これね、もう本当にね、3年前から私結構言い続けてるんですけど、はい、沖縄エナジックスポーツ高校、言ってた言ってた、はい、池ちゃんずっと言ってた、ずっと言ってたんですよ、エナジックスポーツ。おう、それ学校ですかって思われてる方いらっしゃるかもしれませんけども、そうやね、なんかスイミングスクールかどうかエナジックスポーツね、エナジックの、はい、まあ、元々還元水っていう水を浄化する装置を作ってるエナジックっていう会社があって、そこの、会社が、まあ、作った学校なんですけれども、まあ、通信制で、うん、まあ、スポーツ特化型、うん、っていうので、ゴルフ部と今野球部しかないです。おうおうおう、で総部3年目なんですけれども、春季大会優勝しました。来ました。しかも1年生大会も優勝してます。春は興南高校破って優勝してるんですけれども、いやー、すごいね。うん、まあ、ここの監督が神谷監督の方なんですけれども、はいはいはい、まあ、中部商業だとかね、はい、三郷工業とか、うん、もう本当いろんなところで指導されてきた方で、まあ、ずっと公立だったんですよ。で来られてて、まあ、今回私学で最後になるか分かりませんけれどもね、指導されてるんですけれども、本当に今もこれ野球にの専念特化できる学校として、うん、まあ、沖縄県内のいろんな選手たちが集まって戦ってるところなんですけども、
まあここがね、僕は下手したら今年沖縄から出てくるんじゃないかと思ってるチームでございまして、まあでも春取ってるからね。そうそう、面白いよね。で春九州大会は、明豊高校と戦って2-0で敗れてるんですけど、まあその明豊が優勝してますから、うん、優勝してたね九州大会、うん、そこと接戦まで持ち込んでる。そうか。で注目選手辰山くんというねキャッチャーがいるんですけども、うん、これ、ね、肩抜群にいいんですよ。下手したらこう県大高崎の箱山くんレベルですね。肩に関してはものすごい肩強いですし、あそうで足もある、バッティングも強いです。まあこのね、あのひょっとしたらね、あのプロのスカウトさんたちも注目してる可能性がある選手かなと僕は思ってまして、辰山くん、辰山くん、辰川くんじゃないね。あの言うてもの俺よりすげえキャッチャーなんかおらんでの、ね、山か知らんけどわしは流れるように川じゃけど流れるようにあのサードセカンド投げるんやけど、コンタクト落としてないですか？大丈夫。お前池田陽子との俺のネタもの、そうか、エナジックスポーツの辰山覚えとかなかの、カープにのつけもらうの忘れてください。でも本当にちょっとあの注目のチームでございます。元プロ野球選手の皆さん、僕と一緒にコーチをしませんか？カットバスボールアカデミー全国展開中。まあ、それ以外もね、やっぱ、はい、かなり注目なんですけど、うん、僕ちょっとね、はい、見たいところで言うと、まあ、もう今年夏どうにかスケジュール合わせていきたいなと思ってるのが大分なんですよ。大分、はい、これね、佐伯鶴城、佐伯鶴城高校、はい、剣道強いとかやで、はい、に、下流くんっていうピッチャーがいるんですよ。下流、はい、狩って生まれるって書くんですけど、獲物を狩るの狩りに生まれるで、下流くんって子なんですけど、このピッチャーがまあかなりいいと。下流？下流が錠剤みたいな感じになってますけど、下流くん、下流くん、はい、150ぐらい投げるのかな。なんですけど、もともとこれ佐伯鶴城高校ね。そうそう、大分商業で監督やられた渡辺監督って、うん、まあ、それこそ森下投手とか、うん、あの源田選手とか育てた、おうおう、あの監督さんなんですけど、が、ショートから森下投手もそうだったんですけど、ショートでやらせて、そこからピッチャーやってるんですよ。大分商業から監督移ったの？移ったんですよ、はい。いつ？最近？いや、ちょっと前ですね、はい。で、その時の指導と同じことをやってるらしくて、ショートのこのなんか体の綺麗な投げ方なのか、それに合わせてやってたら、だいぶ良くなってきたらしくて。あれだから、川瀬とか指導したの？そうそうそう、はい、オリックス行った。そうです、そうです。あれがまたちょっと、あ、今佐伯鶴城にはなる監督、はい、がちょっといいらしいんですよ。あの熱いもんね、あの監督、いい監督やもんね。だこれがまあちょっとね、注目だなって思ってるところでございます。まあ、大分はだから、まあ、明豊がおるから、明豊もいます ね、春の九州大会優勝して、決勝戦でも神村学園のね、そうですよ、6-0やったけど、神村とやっぱり明豊って、このね、選抜でも僕もかなり注目してた、ね、どっちも。高校やったから、上村もね、唯一日本の柵越えのうちの1本打ったね、そうですよ、正林というね、すごいバッター、天才バッターいますから ね、2年生の時から4番打って、そうです、そうです。で、上川床がまた、そう、上川床またマウンドに上がる、はい、チェンジアップ見たい、上川床の上川床のチェンジアップ見たいですね。あ、今年の春ですね、大阪桐蔭と上村学園戦った、うん、その後、うん、ちょっといつもの公園にいたんですけど、うん、いつもの公園にいたら、うん、バッと持った若者たちがうわー集まってきて、うん、俺なんかとんでもないボコボコにされるんじゃないかって不安になってたら、あ、こんにちはみたいな、上村の子で試合終わりに素振りに来てて、え、大阪桐蔭負けた後、負けた後に、あ、上村の子みたいな、でもそれこそ商売士君とかみんないて、え、全員でもサインくださいっつって、うん、いいんですかってサインみんな書いてくれて、あ、池ちゃんが頼んだ、あ、僕頼みました。逆やろ、逆やろ、向こうじゃなくて、あれ、池ちゃんがサインちょうだい言うて、しかもその時のスコア僕書いてたんで、そのスコアの裏に書いてもらって、うわ、まあ、何人かちょっといなかったんで書いてないところあるんで、またちょっとあったら書いてもらいたいなと思ってるんですけど、野球ファンがね、はい、ユニフォームにいっぱい持って、はい、あと今井と源田だけ持ってへんのに言ってちゃうんやから、ほんまに。でも本当にその時になんかいろいろ話して、ああ、平島投手すごいっすよ、やばいっすよ、大阪桐蔭すごいっすよ、めちゃくちゃ刺激になりました、夏見ててくださいって言ってたんで、ああ、楽しみやね、これは応援してやろうと思って。そうか、
上村面白いね。上村強いっすね。ただ鹿児島実業にとんでもない切っちゃいますからね。果実、果実に真夏の果実言うから夏強いね。真夏の果実やばいっすよ、ね、152とか投げますからね。切っちゃい多いですしね。あとまあ長崎が近年強いやん。長崎そうですよ、ね、長崎日大、あと海星ね、海星もだから今年ピッチャーもなんかエースの鴨くん、大川くん、 ね、あと陣内くん3枚おるし、はい、あと長崎日大も西尾くんってあんた18の子なんかもおったり、はい、そんな中まあ創生感があったり、あと最近そう九州文化なんかな急にこう来てるやん、はい、やっぱり僕大崎みたいね。そうですね、大崎はあの大島まで練習見に行ったからね。そうですよね、大崎高校はやっぱりこう清水監督頑張ってほしいね。そうですね、そうそう、今大崎のあの時のね教え子たちが、はい、キャッチャーの調べは国学院、あ、ね、あのピッチャーの安治、坂本安治は今、はい、あの関西学院大学でもエース級ですから、はい、いやー素晴らしいですよね。あ、そうそう、この間の全日本大学野球選手権にもね、はい、関学で一番バッターの坂口がね、あれ1個上のキャプテンでね、はい、アンジもピッチャーで入ってましたけど、嬉しいですよね。そうやね、うん、であとどこ、福岡や、福岡ですよ、福岡は九国や、九国もそうですね。あと九国が決まったら3年連続なるんかな。福岡で3年連続夏取るってだいぶすごくない？そうですね、香西君とか今ね大学で投げてますしね。そうや、この間の全日本大学選手権で東日本国際大学と早稲田の試合で香西対黒田いや熱すぎましたよね。熱かった、熱いそれ、熱かったわ、熱いわ。ほんで負けた後香西に言うたらしいな、黒田が、あと頼んだぞ、うわ次やれよって。かっこいいね、らえね、最高ですね。そやね、九国も強いけど、まあ、春で取った東海大福岡なんかも、ね、ピッチャーの佐藤翔斗君がまた積み上げてきたりとか、はい、あと大堀もおったりとか。そうですね、あ、まあ、群雄割拠やね、福岡はね、はい、熊本もね、熊本も ね、 本ね、地元ですから、地元ですからね、あのじゃあ質問応援よろしくお願いします。あ、母校ね、母校です、はい、やっぱ母校の活躍は、ね、まあそうですね、なんか一応 OB 会のねグループラインに入ってて、いろいろ連絡いただいて、今年こうですこうですみたいな教えていただいてるんでね、ちょっとまあどっかのタイミングで行けたら見に行きたいですけどね。あ、いいね、あと佐賀が、佐賀北がまた強いみたいだから。そうですね、2007年の ガバイ戦法なんかもあったし、そうそう、添島、添島、はい、添島さんがね、あの時のあの広陵の野村からあの逆転ホームラン、はい、彼がそうだ監督でやってたりで、2年前の、はい、去年の夏覚えてない、鳥栖工業、覚えてない、鳥栖工業、わめちゃめちゃええ試合した、はい、あの鳥栖のあの松延、松延でしたか、松延響きとなんかアギトみたいな、そう、仮面ライダーから撮った、仮面ライダーから撮った、そうそうそう、お兄ちゃんは卒業したけど、あの響きくん残ってるやん。あ、そうか、あのピッチャーの方めっちゃええピッチングした、めちゃくちゃ良かったですね、松延くん、鳥栖工業、はい、うわちょっとまだでも2年生か、今年、そうか、あれ1年生やったもんね。そうですね、お兄ちゃん3年生で、そうです、1、3か、そうか、鳥栖工業とか、あと唐津商業とかも九州大会ベスト4ぐらいまで行ってたし、唐津商業ね、佐賀大会も面白いですよね、はい、はい、そんな感じでね、まあ、ちょっと九州までやってまいりました、はい、まあ、本当に今までちょっと話した学校ね、どこが出てくるか、まあ、夏の大会分かりませんけど、今年は、はい、ただね、地方大会にこそドラマが、ドラマがあるんですよ、やっぱりまずここを見てからの甲子園につなげてほしいなというのが、はい、もう高校野球ファンの思いですね。そうですね、まあ、はい、皆さん絶対住んでる地区県、都道府県どこかで試合をやってますんで、はい、地元のところからも応援して、楽しんでいただければと思いますし、で我々みたいなねハードな見方しなくても楽しめると思いますんで、あの場面せん方がいいです、ね、そうですね、やめた方がいいですからねゆっくり水分補給をねちゃんとしながら、大分から兵庫まではフェリーで移動すれば一泊浮くって考え方しないしないしない歩けるね、別府から出てるやつね、はい、うん、あれありますからね、またぜひぜひ、あかんこったら別にやる人はいいんですよそれはそれでいいんですけど、だから自己責任でお願いします。だからまあ、炎天が すごい太陽が、ね、ありますんで、はいはい、まあ、水分補給とか、はい、そういうの気をつけながら感染は ね、 そうですね、してほしいなと思います。だからもう本当我々知ってるね、もちろん上条さんも知ってる方ですけども、よく一緒に行ってる千葉さんって方いらっしゃる。千葉さんね、はい、日焼け止めみたいなの塗ってるなと思ったらサンオイルでしょ。あ、逆のもう逆に焼きに行ってるっていうでそういうねハードの方もいますけど、はい、自分に合った観戦スタイルで楽しんでくださいということでございました。夏の、出場校予想、
かな、はい、夏の注目校予想でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。野球を仕事にしませんか。かっ飛ばせボールアカデミーでは元プロ野球選手のコーチを募集しています。みんなの経験を生かして未来の甲子園球児、プロ野球選手を一緒に育てましょう。